皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、世界的な映画監督小津安二郎が今年の12月に生誕120年を迎えることに合わせて、飯高老人福祉センターでこちらの記念式典が開かれます。小津安二郎監督生誕120年記念式典は、小津安二郎を顕彰しようと行われるもので、12月2日と3日の2日間にわたって行われます。当日は映画の上映会やトークイベントが行われるほか、俳優の佐野史郎さんもゲストとして出演します。入場料は無料で、参加をご希望の方は松阪市役所文化課電話 0598-53-4397 までお問い合わせください。それでは今回のラインナップです。武上市長が11月の定例記者会見を開きました。高校生ロボット相撲の全国大会に出場する松阪工業高校ロボット部の生徒2人に奨励金が贈られました。松阪市産業振興センターで第68回本居宣長顕彰短歌大会が開催されました。現在松阪市立歴史民俗資料館では開館45周年記念企画文武の将蒲生氏郷松阪開府の時代が開かれています。